オーバスの木は、スツジカスの貴族の落葉低木。樹高は1メートルほどになる。若い枝にはやや量があり、短毛が生える。葉は、ごく短く短毛が密に生える葉兵を持って個性する。葉身は高皮心形、または長楕円形、時に、楕円形で、長さ1.5から5センチメートル、幅0.5から2センチメートルになり、先は鋭く尖る。葉の表面は無毛化、時に、 脈状に曲がった毛が生え、裏面の染脈の株全体に曲がった短毛が生える。葉の縁に春状に尖る。再挙士がある。花期は6から7月。前年の枝先の加賀から、相乗花状を伸ばし、1から4個の花を下向きにつける。花柄は、長さ3から6ミリメートルになり、無毛花柄の株には1から2枚の小法用があるが、早く落ちる。学頭は、 長さ1 2ト、mm、ルの小径で、先端は広がって5列し、列辺は高三角形となり、先は尖る。下敢は長さ6から7ト、mm、ルあり、小径で、先端は浅く5列し、先は半曲する。下敢の色は黄緑色で、筋状に赤みを帯びる。有水は10本ある。果実は、計6から7ト、mm、ルの球状の液化で、黒子色に熟す。 果実は食用になる。和名の由来は、歯に酸味があり噛むと、酸っぱいことによる。秋には赤く紅葉し、目立つ。日本では、北海道、本州の中部地方、中北部、東北地方、近畿地方と、中国地方の日本海側、四国の北東部に分布し、赤黄山帯から高山帯の産地の理念や、低木林内に広く生育する。アジアでは、千島列島南部、 カラフトにも分布する。ありがとうございます。